真庭市と美作県民局が開いた講演会には、地域の自主防災組織や消防団、防災士など合わせておよそ130人が参加しました。この日は津山市の城西まちづくり協議会で事務局長を務める佐々木優子さんが、近年の豪雨災害から学ぶ私たちができる防災対策と題し講演しました。佐々木さんは津山市の自主防災組織の組織率は 100% であるにもかかわらず、災害時に迅速な行動ができるか不安を抱えている組織が多くあることを話しました。そして少しでも不安を解消するためには、災害時に支援が必要な人がどこにいて誰がどのように誘導するかを決めた台帳作りをすることや、地域の人が避難所運営ゲームや工作など楽しみながら防災について学べる機会を設けることなど、地域全体が防災についての意識を高めるためにできる工夫を紹介しました。その上で地域の見守りを行う福祉の視点に防災を加えていくことが地域の自主防災の第一歩になると話しました。割と社協さんがやっている活動の中に防災の視点を入れると入れやすいので、地域の中でも取り組んでいるところが多いので、この辺から始めていくのは始めやすいのかなと思っています。だから非常に具体的な今日話が聞けてね、大変参考になりました。今日の話聞いてからまだまだ十分できている状況ではないんですけどね、もう少し具体的に活動せんといかんなというふうに思いました。ちょうど今回の何十年かぶりの大雪でちょっとびっくりしたな中で、こうやってタイミングよく開催があって、ただなかなか続けてできることがね難しいので、まあそのあたりのヒントにでもなればと思って参加させていただいて、まあ、ちょっと参考になりました。またこの日は防災グッズが展示され、訪れた人が手に取ったりスタッフから話を聞いたりしていました。真庭市危機管理課では今後も講演会や出前講座などを通して市民の防災に対する意識を高めていきたいとしています。